j ピアポンとモファット j ピアポンと t ファットはアメリカ合衆国の外交官、歴史家、政治家。1917年から1943年まで国務省に勤務し第二次世界大戦期に中華ナダ講師を務めた。ピアポンティフェクス・マクシムスという呼び名でも知られる。1896年1月7日、j ピアポンとモファットはニューヨーク州来において誕生した。モファットは 外交官、ジョン・ワーク・ガレットの施設秘書として働いた。1917年に、ガレットが中央ランダ公使に任せられると、モファットは、ガレットに同行し、初期官として、ハーグに駐在した。1919年に、ガレットが中央ランダ公使を退くと、モファットは、ガレットの元を離れた。モファットは、その後、ポーランドのワルシャワ公使官初期官と日本の、 東京公使館初期館を務めた。モファットは1925年から1927年までカルビンクーリッジ大統領の下でホワイトハウス儀礼官を務めた。モファットは1927年から1931年までスイスのベルン公使館で初期館を務めた後、1932年から1935年まで再びワシントン DC で勤務し、 国務省西ヨーロッパ部の部長を務めた。モファットは1935年から1937年までオーストリアのシドニー公使館で総領事を務めた。モファットは1937年から1940年まで国務省ヨーロッパ担当部の部長を務めた。1940年6月、フランクリン・ルーズベルト大統領はモファットを中カナダ公使として指名した。モファットは 直ちに承認を受け、その後死去するまでの2年7ヶ月にわたって、公師職を務めた。1941年、ルクセンブルク大公シャルロットがカナダに亡命したことから、モハットは中ルクセンブルク公使も兼任した。第二次世界大戦中央の1943年1月25日、モハットはカナダのオタワにおいて死去した。ニューヨークタイムズ氏は、モハットについて、 この戦争の時代、死がスータの扉を叩きから人生に人生の最盛期にある有能な行人を創出したことは、花だ遺憾であると言及した。モファットは外交官としての仕事に加えて、トルコの歴史に関する研究も行っていた。1956年、ギフ・ジョセフ・グルーは、モファットが残した研究書類をハーバード大学図書館に寄贈した。 j p アポンと t ファットの父親はルーベン・バーナム・モファットであり、ニューヨークで弁護士をしていた。父方の祖先は18世紀初頭にスコットランドからニュージャージー植民地に入植した。母親はニューヨーク出身のエレン・ローピア・ポントであった。1927年7月27日、モファットはニューハンプシャー州ハンコックにおいて上級外交官ジョセフ・グルーの娘。 リラ、カボットグルーと結婚した。息子も大交換で、チャド大使などを務めた。ありがとうございます。